今回紹介するのは、アイドルやグラビアモデルなど多方面で活躍する、アミサこと宮崎アミサさん。2002年10月28日生まれ、現在20歳。東京都墨田区出身です。概要欄に関連商品や動画の詳細があるので、よかったらチェックしてくださいね。女性アイドルグループ、ミスティアンのメンバーでもあり、グラドルでも活躍する宮崎アミサさん。 過去にはコンカフェで働いていた経験を持つ彼女コンセプトカフェで働いていた際に同じところで働いていた友達に誘われたことをきっかけに2019年に女性アイドルグループラブリンクのメンバーとしてデビューします2020年2月17日にラブリンクは解散してしまいますが同じ事務所のアイドルグループミスティアのメンバーとして 2020年2月24日にデビューします。2020年4月からはモデル事務所であるコプルトに所属が決定し、その年の週刊ヤングジャンプ19特大号で制服コレクションのファイナリストに選出されました。その後はライブアイドルと並行しながらグラドルも頑張っています。2022年1月25日、個人での芸能活動に専念するためとして、 同年2月27日の恵比寿でのライブの際にアイドル活動を休止することを発表しました。2月9日、同年3月6日から放送の特撮テレビドラマ、タ太郎戦隊ドンブラザーズに敵組織の幹部、その2役で連続ドラマに初出演し、レギュラー出演することが発表されています。当初は高校卒業のため、 女子高生のヒロイン役も受けていたがそちらは落選し、マネージャーからワルのヒロイン役での採用を知らされたと語っています。2023年3月20日に自身初となるファースト写真集が発売されました。4月30日開催の近代麻雀水着祭ではステージ MC を務めるまでに成長し、多くのメディアでの出演も決まっています。ぜひ、 グラビアとタレント活動をうまく両立してほしいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、話題の女優やアイドル、モデルなどを厳選して紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。